ここにまあ袖があって、はい。でそこからスムーズに、なんかこのぐらいのイメージで、この先がそんなに出過ぎなんですよ、これ。もっと裏側にこう回り込む分があるからだし、先はそんなに、下の方に来ないというか。で、こっちにこう来る分が、まあ、一緒に逆の方の。なんかここら辺、まあ見えてもいいんですけど、なんか割とコートが覆っ見えてなるい方作品が、のが多いですよね。なんかかっこいいかなーって。かっこよさなんですそのね。かっこよさですよね。どっちがかっこいいんだろうって。なんかやりすぎると、なんか悪ね、目立ちしますよね。これに妙な意志を感じるんですよ。そう、生き物みたいに見えちゃうんですよね。生きてるみたいな。そうそうそう。確かに。こんな感じで段差がちょっとあるぐらい。このぐらいこうまとめちゃった方がかっこよく、前後もはっきりしますね。はい。で最初にもうビシッとこの足の裏の形を決めちゃうんですね、ここから。過去の検索だと隙間をちゃんはい、あと作るみたいなのがりますよね、よく。難しいですね。このぐらいちょっとね、ここだけ妙に無理やりな感じが。これ上半身が多分奥側に若干触れたらネクタイの裏側見えるかなと思うかも。そうね。いや、進んでるからね、普通に考えると。進んで踊るかな、ネクタイな。あんまり踊らせない方がいいかもな、ふわふわなふわるふわって。そう。ほど。なん手か。がこうペタって貼り付いてる方はい。がっていう感じですかね。はい、そんなところですか。なんか質問とはかい。ありました？どうぞ。体の傾斜的には問題ない感じですあ、ね。傾きですね。はい。いや、いいんじゃないですかね。まあ、前のめにな。まあ、普通のとこ歩いてるにしては若干、そうですね、前のめりだなと思います。なんか、ちょっと、強風に向かってる感が若干。まあ、でも、こういうこともなくもないから。なくもないけど、急いで歩いてんだなっていう感じは出てますね。で、これがのんびりと歩いてんだったら、もうちょっとだんだんこう起き上がってくるし、なんか、ちょっと、急いでる人の歩きかな、と思いますね。わかりました。ありがとうございます。はい、では、お疲れ様でした。